季節外れの暖かさで仙台では早咲きの黄金桜が開花しましたこちらの桜は所々淡いピンク色の花を咲かせ始めていますそして今にも咲きそうに膨らんだつぼみもたくさんあります今日の県内は高気圧に覆われて広い範囲で晴れ日中の最高気温は名取と静川で18.7度 仙台で18.4度などと4月中旬から5月中旬並みの暖かさになりましたこの陽気に誘われ太白区の清和学園高校三上根キャンパスではけさ早咲きのオオ桜が開花しましたこちらのオオ桜は例年は2月20日前後に咲き始め3月1日の卒業式の頃に見頃を迎えるということですが こす。本当は卒業式前後にあの咲いてると一番いいんでしょうけどもしかすると卒業式のあたりは散り始めかもしれないですよね。